はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回からまた後半戦280連の後半戦やっていきたいと思います。今後もね、またなんかサッカー情報を織り交ぜたいところではありますが、今回はまずこちらを回していきたいと思います。よろしくお願いします。最初の一発目はいいのを引きたいな。はい、というわけで今回、3周年記念イベントということで、まあ、このスカウト自体もそんな感じだったよね。3周年直前のイベントだからね。ちょうどこのタイミングで140連終わっているってのがぴったりですよね。いい感じでセガも仕上げてきましたね。あとはね、ちゃんとね、ここで一発目で弾ければ格好はつくんですがね。どうなんですかね。まあ、今回ね、CCT っていうちょっとね、アドベントが登場しているんですが、マグもね、まだなんだかよくわからず適当にプレイしている最中でございます。まあ、これがね、この動画が更新される頃には CCT はとっくに終わっているわけなんですが、どんな成績だったんでしょうか。まあ、これにもね、やっぱりおそらく攻略的なものはあると思うんでね、トゥーリオ、なんだろう、いろんな手をね、皆さん考えるんでしょうね、きっとね。マグはきっと適当にやっちゃうかも。まあでも全試合ジャイ切りしなくていいってのはね、ほんと楽よね。やっぱね、全試合ジャイ切りとかやるとね、事前準備が大変でめんどくさい。だからね、サクッと気長に、ね、気楽にやれる。そんなイベントを求めておりますよ、ユーザーは。本当でしょうか、マグだけだったりして。はい、というわけで、最初の10連は何にも出ない。というわけで、また明日まで。カットはい、というわけで4月15日木曜日サカツキ行きたいと思います。ネドベドは引かない、まだ引かない、まだ27,000。はい、じゃあいつものね、無料の方やっていきたいと思います。キャラクター出てこないけどもう押しちゃう。ちょっと再起動すればよかったかな。はい、というわけでただいま4月15日木曜日なんですが、残念ながらさっきやったら途中でフリーズし進まなくなりました。なので、4月15日のフリー分はプレゼントボックスで見たいと思います。ざん。ここまでで50。はい、というわけで引きませんでした何これ、何このお伝えの仕方。はい、というわけで最初の10連はなしということになりました。なんというフリーズしてしまったんだ。じゃあこの10連ぐらいはちゃんと移してね。これで引いててくれたらまだなんかね、いいようなもののね。あ、ちゃんと今回は始まってくれました。今の画面からね、動かなかったんでね。はい、というわけで、じゃあ今回のサッカー情報をいきたいと思います。どうやらね、レアル・マドリードとリバプールが試合をしたそうなんですが、まあ、試合はさておき、なんかね、ちょっとリバプールのサポーターがやんちゃしちゃったということでね、なんかね、レアル・マドリードの、選手バスを襲撃するという、ね、恐ろしい事件がありました。ね、まあ、リバプールですけど、やっちゃいましたね。本当に。まあ、そういうところでね、存在感を出されても困るんですけれどもね。まあなんかね、ちょっと試合内容的にはね、ちょっとこう、リバプールの良さを完全に消されたという、そういう感じだったそうで、まあレアル・マドリードの今の戦いという感じなんですかね。マグはレアル・マドリードを存じ上げないんですけれども、レアル・マドリードを存じ上げないというね、まあなかなかなサッカーファンでございますけれども。なんかね、まあ、見聞きした話で申し訳ないんですが、なんかね、ファビーニョをね、ちょっとかなり嫌がっていたみたいな話なんかね、出てますよね。ファビーニョをね、なるべくこう活躍させないように、こう、ファビーニョを飛ばす、そういうプレーをね、あえてやっていたみたいなことをね、ネットの記事で読みましたけれども、そうなんでしょうかね。確かに実際のリバプールのファビーニョもすごいんですが、フッティスタとかでもね、ファビーニョ結構いいんですよね。
いや、守備の範囲も広いしね、最終ラインの中でもね、スッと入ってくるしね、まあ、センターバックでね、途中からファビーニョをね、入れるってこともあるぐらい、かなり守備に関してはね、一流ですけれども。はい、というわけで、今回の20連、なんだか中途半端に終わりました。どっちもなし。というわけで、明日までカット。いや、中途半端よ。はい。というわけで、今回のやっていきたいんですが、私、昨日忘れたね。だから、ね。というわけで、今、4月17、土曜日でございますが、金曜日、やっておりませんということで、20チケットになっております。はい、というわけでね、一周やり逃してしまいましたが、行っていきたいと思います。はい、というわけでね、今回は、30連分、ちょっとね、回していきたいなと思っております。いや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 、やっちまいましたね。すっかり忘れましたよ。趣味にね、ちょっとね、忘れる傾向があるのはね、ちょっと別の、ギャングのゲームをね、実況、夜中にね、やっぱね、ライブしちゃうとね、もうそのまま寝ちゃうんだよね。だからね、やっぱ先に、ガチャ引かんといかんね。前もね、その、YouTube ライブのせいで忘れたんよ。だからね、ちょっとね、これはね、良くないね。その10連でもらえたゴールドコインが変わってくるからね。そしてもう今回のガチャは、はっきりゴールドコインって言っちゃってるよね、もうね。どうなんでしょうかね。皆様どうしているんでしょうか。マグはちょっと今回いくら自力ごとずができても怪しいんじゃないかなと思っております。で、まあ、今後ね、来るかもしれないぐらいのクラブに関してはね、ちょっと取っとこうかなとは思うんですけど、ルークショーなんかはね、ユナイテッドだし、あと誰かいる？あんまりいないな。もう国別代表の揃えることはやらないだろうしな。でちょっとね、スターチャレンジも来なくなってきちゃったので、その国別とかで揃える意味もなくなっちゃったんですよね。あれはだから、スターチャレは意外とマグにとっては使われなくなった選手たちのね、使用頻度が上がるんでね、あれ良かったんですけどね。はい、というわけで最初の10連はなしでした。はい、じゃあ今度は4月16日分のチケットからいきたいと思います。はい、これでまた10連やります。まあでも基本的にはなんだろう、工場ガチャっていうのを世間的に言うのはね、まあ基本的にはこのボーナス、レジェマで使用されるボーナスガチャで出てきた選手たちが無料で使われていると、まあ、そういう感じなんですけどもね、まあ、もうちょっとね、まあ、背景変わりガチャはダメかな。それ以外でもさ、ちょっと良かった選手たちもね、やっぱり一人ぐらいは混ぜてほしいよね。モチベーションが違うじゃない。今回もね、まあ、いつまでもナインゴーラン引っ張られてもね、困るんでね、ちょっとね、一人二人こう、ちょっとこう、スキルのいい選手をね、混ぜてくれてもいいんじゃないかな。だからこの間、アーセナルの3選手はスキル高かったんで、ああいうのもね、一人ぐらいこう、無料ガチャの方にね、入ってきてくれるといいなぁなんて思っちゃうんですよね。今、現役の選手じゃないイエローとかさ、ロベカルとかカフーとかさ、あそこら辺はね、まあ別に、その時の単発でいいかなとは思うんですけど、それ以外のね、選手とかはね、いいんじゃないかなって思うんですよね。だから、一時あったやつだという、なんだ、チェルシーガチャとかもあったよね。アトレチコ・マドリードガチャとかもあったじゃないね。あの中にも結構スキルの高い選手もいたんでね。そういうのも無料ガチャの中に入ってたらいいな。はい、というわけでね、引かないんだ。全然引かないんだ。4月16日のチケット分もダメ。さあ4月17日分のチケットガチャ行きたいと思います。30円やってなしってのはね、ちょっとね、寂しいよ。だからぶっちゃけ4だからね、忘れてるわけだから。はい、行きました。パワフルタックラーっていう字を今見逃した。ジェリーミナ、ミナは一回引いてるね。まあ、ごとつするかどうかってのはまた別としても、ジェリーミナなんかはさ、うまくいけばね、もうちょっと、もう一回ビッグクラブで夢を追ってもいい選手のような気がするからね。まだちょっと、どうなんだろうね。取っときたいなって気もするけれど。まあでも今回のは、1体確保して取っといて、結局売っちゃうのかな。
もうゴールドコインかな。ちょっとね、今ね、ごとつできるかなっていう選手をね、今回の無料ガチャのためにね、一から調べ直してみて、ちょっとやってみたんですけど、意外とね、やっぱり昔の選手、残しておいてもいいのかなとか思っちゃってるんですよね。レアルマドリードの時のね、カルバハルなんてのは、ごとつしてもいいかななんて、ちょっとね、今思ってたりするんですよね。まあ、今後もね、継続的に使いそうな、SWCC で使いそうな、コメコンとかのね、選手は取っといてもいいかななんてね。イエローなんかもね、2枚いるんだよね。はい、というわけで今回は30連やって、みな1人。はい、というわけで今後はガチャ忘れないようにやっていきたいと思います。明日まで。ガトー。はい、ただいま4月18日、日曜日の坂津区でございます。さあ、行きます。後半戦は、ミナしか引いてないかも、あれ後半戦なんか見どころないですよ。今回はもしかしたらあれかな、 SWCC と一緒になるかなとは思うんでね。土曜日、日曜日ともに、坂津区が動画になってるかもしれません。こっちが先かな、多分ね。はい、というわけで今回のサッカー情報も織り交ぜつつやっていきたいとは思うんですが、たった今、生放送で行われていたプレミアリーグを見終わりました。興奮冷めやらぬ中、今ガチャを引いているということなんですが、勝てなかったというのはね、ちょっと残念でございます。アーセナル対フルハム。ね、フルハムがね、完全に降格圏内にいるので、相手がね、降格争いしてる相手なんて、そうなるとね、もうね、血まなごになってやってくるんだ。ね、前半ね、2点入ったんですけど、2点ともオフサイド、並びに VAR で取り消されるというフーツナルではございましたが、なんだっけ、足のつま先、数センチ出ているとかっていうのでオフサイドになりました。フルハムのね、最終ラインは誰も手を挙げていなかったんでね、もう見るオフサイドでしたね。ちょっとね、数センチオフサイドってのはちょっと嫌ね、やっぱりね。でしかもね、その時にゴール決めたのがセバージョスなんですけど、セバージョスってプレミアリーグでゴール決めてないみたいです。かわいそうにプレミア初ゴールが消されてしまったね。本当にかわいそうですけれども、いやいやいや、だね。おっと、あれちょっと待って、これ今回ほんとひどいな。ミナしか引いてないんじゃない、まあ、左側のね、字にもう一人ぐらいいたらいいな。はい、というわけで、じゃあ次チケット。はい、残り10連。前半戦は結構いい感じで引けたからね。後半戦ちょっと期待したんですけれども、こんなに引かないもん？あらららら、なんかひどいね、今回。しかも一回忘れてるしね。多分きっと左の字には忘れたっていう字も入ってると思うんだけれどもね。いやー、というわけでね、先にね、先制されちゃったんですよね、PK で。それも VAR。ね、これも PKVAR なんですよね。で、よくよく見ると、相手の足のつま先数センチをちょっとブニッと踏んづけたっていうね。で、しかもその、踏んづけたって言っても、ぐちゃって言ったわけじゃなくて、相手が突っ込んでくるのが分かったから足をね、引っ込めたんですよ。引っ込めたんだけれども、引っ込めた先に相手のつま先がスッと入り込んできたっていうね。いや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 、こっちからね、踏みに行ったんなら分かるけれどもさ、引いた足に、足がスッと入ってきたんだよね。それもね、数センチね、甘噛みした感じ。ですが、もんどり打って倒れて PK ということでね。いやいやいや、参りましたね。でもね、PK でしっかり1点取られちゃってね。アーセナルが結局、同点に追いついたのは97分ですからね。いや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 、で、勝ち負け、引き分けよりも何よりも、アーセナルのフォワード、ラカゼットの肉離れ。まあ、俗に言う、ハムストリング痛ってやつですよね。誰にもね、ぶつかってないのにね、もう太もも裏を押さえて倒れたんで、もう、全治1ヶ月です。そしてもう、マグも全治1ヶ月になりそうな、この、ガチャ運のなさ。これはきっと、マグにクリスティアーノ・ロナウドとネドベドを引かせてくれる、きっとそんな気配がいたします。それならば引かなくてもいいです。本当に引いていただけるなら、これね、この上のね、それを引いていただけるんだったら、まあ別に構いませんよ。というわけで明日までカット。おごそかに。怒っちゃダメ、怒っちゃ。はい、ただいま。
4月19日月曜日のお知らせ、お知らせじゃないですね、ガチャ引いていきたいと思います。さあ今回もねサッカーネタをねふんだんに織り交ぜていきたかったんですが、本来ならアーセナルの EL なりフルハム戦なりのお話もねちょっとしていきたかったんですけれども、まさかのまさか今日スーパーリーグ構想、まあ毎回浮かんでは消えね、あのサカツクのね家庭用版で前にあったあのビッグバーンだったっけ、誰だっけね、誰かが提唱したあのスーパーリーグが起きてしまうだなんて。ということで今回はねスーパーリーグに関してちょっとお話をしたいんですが、まあ世界中でね反対という声が高まっている中ね、我らがアーセナルがサインをしているという事実いやね、まずねそんなのにねサインしてねスーパーリーグだなんだっていう前にね、まずねあの4位以内にならんと4位にもなってないチームがさ、それに参加していいものかどうか、そしてこのタイミングで来てくれるんだオルレアンの魔術師、あ久しぶりに引いたんだね。いやーちょっとね最近引かなかったからね心配だったんだ。トバンはなんかね自力ごとでできるんだったらいいかもしれないね。なんかフィニッシャーだかムービングだかなんだかだよね確かね。まあ、メッシ以外でごとつできるっていうのはね意外といいかもしれないよね。まあ、メッシが退場することはあんまないんだけどもさ、控えとしていいよね、控えとしてね。というわけでねちょっとねアーセナルもサインしているあの欧州スーパーリーグの話をちょっとさせてもらいたいんですが、その間に終わってしまいました。はい、というわけで最初の10連はトバンゲット。じゃ次チケット、あれチケット俺もらってない、もらってないどころかねミッションももらってないんだよ。こういうことしてるとね無課金はこういうのをね着実に取っていかないと1日たりとも忘れてはいけませんよこういうの。あレジェンドマッチ500試合終わった。はい、じゃあ引いていきたいと思います。残り10連、おお、いきなり来るんですね。アルジェリアの魔術師。誰だっけ？マフレズ？マフレズ！マフレズもあれか。スーパーサブなんだね。はい、ウォール2連続。はい、というわけで、オルレアンの魔術師。1回だけでトバン4体ゲットか。もう1回ぐらいはいるはずだから、これ自力ごとつも出てきましたね。アイテム使わなくていいってのはいいよね。はい、というわけで今回ねだからそのパリサンジェルマンだとか、バイルミュンヘンだとかドルトムントだとかそこら辺がね入ってないんですよね、彼らは反対したようですね。そして何よりもすごいのが日本ではまあね欧州スーパーリーグ構想なんてニュースにもなりませんけれども、海外ではもう有識事態なんですよね。コロナよりも優先事項というわけでですね、あのイギリスのねあの歯に衣着せぬ発言で有名な首相、ちょっと名前忘れちゃったけど、ジョンソンって言ったっけ、なんて言ったっけ、まあいいや、ね、イギリスの首相、フランスの首相、ドイツの首相、みんな首相で合ってる？そこら辺の額がバレる。ね、まあでもそこら辺の人たちがね、普通に緊急記者会見でスーパーリーグの話しちゃうんだからね、やっぱりサッカーが文化になってる国は違いますね、やっぱりね。まあ、総じてやっぱり反対だ。まあ、どうなるんでしょうかね。もうしっかり制裁も行うあたりが FIFA と UEFA もしっかりしてますよね。チャンピオンズリーグには出れない、さらにはワールドカップも出れないんじゃないかと言われております。はい、というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。また明日までかと、きっと明日もスーパーリーグの話。はい、というわけで4月20日火曜日のサカツクやっていきたいと思います。さあ今回ちょっと前回あれか、昨日は結構引いたんだね、申し上げます。あれかね、ちょっとスーパーリーグ構想に選手も反対と、そういう感じなんでしょうかねこれはね。そういう意味でね、もう選手もバンバン出てきております。さあそして今回もスーパーリーグ構想のお話になると思います。現時点ではね、ちょっとお互いのね言い合いになっておるんですが、
ちょっとね、またさらに罰則を検討しているということで、ウェハの方がチャンピオンズリーグ現在ベスト4までもう来てるんですが、マンチェスターシティ、チェルシー、あとどこだっけレアルマドリード、そしてパリサンジェルマンというもうこの時点で、スーパーリーグ構想に参加を表明している3クラブに関しては失格とさせていただいて、パリサンジェルマンの優勝にしようじゃないかなんていうとんでもない構想がぶち上げられておりますね。中にはね、敗者復活ってのはどうみたいな、そんなのもあって、バイエルミュンヘンやドルトムントを復活させてベスト4をやり直す、あ、ベスト4をやるっていう案も出ているし、はい、というわけでね、聞かせていただきました、ありがとうございます。さあ、センターバックは誰、スモヤーン、どうしよっかな、別にいらないんだよな、もう。あの、前欲しいって言ったタイミングで来ないとね、もう別にいいかなってなっちゃうのよね。これがまたね、残念な話でね。まあ、自力ごととできるんだったらしてあげてもいいよぐらい。あ、おい、また来たよ、今度は。マルセイユのソーダシュ。え、ジンベ？ソーダシュって言うと、ストロートマン。ストロートマンはね、フィード持ちなんでね、ちょっとね、スキルエーサーとして優秀。というわけで2体引いちゃいました今。いや、今回は何ですか、スーパーリーグにやはりみんな反対ということなんでしょうかね。はい、というわけで30連で5体引いております。まあその前に50連で1回も引いてないのか俺。まあ、ちょっとね、帳尻を合わせてきたかななんとなくな。はい、じゃあ残り10連やっていきたいと思います。で、おそらく残り10連はあれかな、また通勤中になるのかな。前回忘れたんだよな、がっつり。ね。忘れちゃうんだよ。やっぱね、通勤中にやるってのはね、やっぱりね、うっかりするよ、やっぱりね。なのでね、また残り10連はやるかやらないか怪しいところですが、頑張って思い出したいと思います。というわけでね、チャンピオンズリーグの方はそんな話になってるんですけど、ユーロの話は全然出てないですよね。ユーロだってね、アーセナルは勝ち上がってるんですけれどもね、せっかく頑張って勝ち上がってチャンピオンズリーグ出場を目指そうなんていうふうに思っているさなかにね、失格なんて言われたらもう目も当てられない。だって今4位以内なんて無理だものもうね、 EL を優勝するしか道はないんですよ、アーセナルに。ところがそれをね、なくなってしまうのはまずいですよね。なんか成功しそうにないしね、このまままた断ち切れるのかな。ただ今度ばかりはもう FIFA もウェハも許さんとばかりにね、罰則を次々と出しておりますので、もうすでにね、今現在火曜日のね、夜今12時ちょい前なんですけど、この段階でね、なんかもうチェルシーはやめたって言い始めているなんていう報道も出てますよね。なんかこんなに風当たり強いと思わなかったみたいなね、待ち望んでたリーグじゃなかったのみたいな ね、急にお呼び腰になっているクラブもあるみたいでね、こんなに反対があるとは想定していなかったみたいにね、急に手のひらを返してくるクラブもあるんじゃないかなと思います。アーセナルも手のひら返すなら早いうちにした方がいいと思います。はい、というわけで明日まで加藤、多分明日やれると思う。頑張ろう。思い出そう。